カール・ラーション、カール・ラーション、カール・ラーソン、1853年5月28日から1919 19年1月22日は、スウェーデンの画家。油彩、水彩ともに多数の作品を残し、フランス印象派の画家に多大な影響を与えたとされる。自身の家族を題材として、当時の中流階級の日常生活風景の作品を数多く残し、 その情景から溢れ出す幸福感が人々の共感を呼び大いに人気を集めた。ラーションは1853年、スウェーデンのストックホルム旧市街のガムラスタンで生まれた。家庭は貧しく、旧品学校に通う。小学校に入ると、担任教師がラーションの絵の才能を評価し、王立美術学校予備家庭への入学を申し込んでくれたため、1866年に、 予備課程に入学。同級生には、アーンシュト・ユーセフソン、ペール・エークストレム、ヒューゴ・ビル・イエルが、指導教授には、風景画家のグスタブ・ビルヘルム・パルムラがいた。初級課程、古典課程、第2課ほど、モデルスクラン、モデル素描、油彩課程と進み、その間の作品は、学校より、たびたび表彰された。ラーションは生活のため、1871年から、風刺雑誌、 カスペルの挿絵を描いていた。1875年からは、新ウェイリ新聞の記事の挿絵をはじめ書籍や雑誌の仕事も受けるようになった。1876年に、アンデルセンの童話、1876年出版、第3版のビクトール・リードベリの、ノルウェー民話集、1878年に、サカリーアストペリウスの、軍医物語、1881年に、 作家アウグストストリンドベリのスウェーデン人の日常生活の挿絵を描いた。後に国立美術館のフレスコ壁画を手掛けるようになってからも1892年出版のフリードリヒ・ホンシラーの儀曲陰謀と愛の挿絵を描いている。1877年にはパリに旅行しモンマルトルやバルビゾンで貧しい暮らしを送りながらも制作を続ける。 1878年にスウェーデンに帰国するが2年後再びパリに戻る。1882年には芸術家の集まるパリ郊外の村グレイイコールシュルイコールロアンに移る。ここでラーションの芸術は天気を迎えた。彼は作品に外交主義のレアリスムを取り入れ、水彩画の上に自然の光を再現した。グレーで描いた水彩画は 前年の作品と比較すれば見違えるような発展を遂げ、その表現がストックホルムで高く評価された。また、彼のそれまでの作品はパリーサロンで二度も落選していたが、翌年に出品した水彩画は二点とも入選し、スウェーデンの符号ポントスフューシテンベリーに購入された。秋にはさらに二点の水彩画がストックホルムにある国立美術館に購入され、翌年には フランス政府にも水彩画1点が購入された。フュシシテンベリーはやがてラーションのパトロンそして友人となった。パリ滞在中のラーションはこの時期のフランスに入ってきていた日本の美術に親しんでいたとされている。フランスにはジャポニザン日本美術愛好家が多く、ラーションと彼らとの出会いもあった。美術賞の林田魂はフランスに浮世絵を多数輸出しており、 1884年からはパリに店も開いており、林の店によってラーションが浮世絵に親しむことは可能でった。また、ジャポニスムがスウェーデン美術に入ってきたのは1880年代とされる。この頃の先進的な画家の多くは、これ以前、またはこの後に日本美術の影響を受けたと言われている。ラーションは1895年観光の私の家族において日本は 芸術家としての私の故郷であると述べた。彼の作品は構図や線描様式に日本の規範画からの影響が見られる。線描で描かれる輪郭や式面は1899年観光の画集私の家において当時流行していたアール・ヌーボーの実例とみなされた。線描装飾を進めていたヨーロッパ美術からの影響もあったと考えられるが、 私の家シリーズの中で最も初期1890年頃に描かれた水彩画アトリエでは初期作品やグレー村時代の作品とは明らかに異なる鮮病様式が完成している。それはアール・ヌーボーの台頭に数年先立つものであり、後にラーションの様式はスウェーデンでのジャポニスム事例だとされるようになる。やがて彼と家族が暮らす家には、 彼が収集した錦絵、屏風、陶磁器、日本人形、地蔵菩薩像といった日本の美術品が飾られることとなる。1882年の秋、クレームラニータラーションは1879年のスウェーデンで初めて会った女流画家のカーリン・ベイリエーと婚約し、スウェーデンに戻った1883年に結婚した。 長女スザンヌが生まれたのは1884年にグレーに移ってからである。夫妻は7人の子宝に恵まれた。1887年には長男ウルフが生まれた。1905年に溶接。1888年に次男ポントス。1891年に次女リ・スベス。1893年に三女。ブリータ。1896年に四女。チェシティが生まれる。 三男エース病院が生まれた翌年、1901年から、一家は、ファー・ルン氏の村、スンド・ボーンに定住するようになる。1888年に、カーリンの父アドルフ・ベイリエーから、スンド・ボーンにある家を、土地ごと譲り受けており、それまでは一時的にその家で暮らしていたが、以後はその家で行ったヒットネースで、子供たちを育て、また、 そこで子供をテーマとした作品も多数制作している。ラーションは1877年と1880年に王立美術学校から奨学金を受けようとしたが却下されており苦学を強いられていた。そのためか、1884年に王立美術学校教授に推薦された際にこれを拒んでおり、1898年に 再び教授職を進められた際にもまた拒否することとなる。彼が王立美術学校に反逆する芸術家協会に参加したのは1886年である。北欧諸国より一足早くスウェーデンで起こったこの反逆者運動オプーネントはアーンシュとユーセフソンによって起こされ若い画家たちが多数参加してストックホルムで組織された。 ラーションは彼らを支援し、ユーセフソンによる反逆者展開催に協力するなどした。反逆者の展覧会は批評家に好意的に受け止められ、近代美術が全面に出るきっかけとなった。1885年には、ストックホルムで2度の展覧会に出展して成功し、1886年には、イエーテボリに開校したバーランド美術学校の教師となる。 しかし1888年、フュシテンベリーからトリプティックの制作を依頼された際は、教師職をブルーのリリエフォシュに譲り、妻と共にパリに渡った。帰国後の1888年、国立美術館の正面階段のフレスコ壁画のコンペティションに参加し、翌年に2位となったが、1890年に再び美術館のフレスコ壁画の新しいコンペティションに参加すると、 今度は一応獲得した。この年に大作、グスタブ・バーサのストックホルム入場の最初のスケッチが描かれた。1894年から1896年にかけては国立美術館の階段下の壁のためのフレスコ画の制作準備の目、国内外での研究と制作を続けた。1906年、グスタブの素描が国立美術館に承認された。 ラーションは1890年から水彩画のシリーズ私の家を制作し続け、1899年に画集として出版されるとこれが最も高い評価を受けた。他にも1888年にはフュシュテンベリーの施設ギャラリーにトリプティックを制作し、翌年にこれがパリ万博で一等のメダルを受けた。1897年には ストックホルムのオペラ座の休憩室の天井画と天窓の連作を1907年にはストックホルムの王立劇場の天井画も手掛けた。イエーテボリの女子高校とラテン高等学校でもフレスコ画などを制作している。こうした記念碑的作品の制作のため1899年リッダヒュットネースに大きなアトリエを作っている。この間、画集ラーション家の人々、 1902年、スパーダルベト、1902年、日向に、1910年、竹の子供たち、1913年を出版。1909年に出した画集、太陽の中の家は10万部を短期間で売り上げた。日向に、に掲載した水彩画は1909年にミュンヘンで展示されている。1911年には、ローマの展覧会で1位を取り、 1912年にはベルリンで金メダルを受けるなど近隣諸国でも高く評価された。一方、ラーションは1879年よりアウグスト・ストリンドベリーと親交あったが、1908年、ストリンドベリーがラーションを実践で批判したことから、二人の関係は終結した。1914年、国立美術館は、 美術館の階段上部に展示する壁画としてラーションが制作を始めた当時の池に絵の主題の変更を彼に求めた。1915年には実物大の油彩主体が完成し、国立美術館に展示されたが不評であった。ラーションの友人のアンデシュ・ソーンが妥協案を出したにもかかわらず、翌年、国立美術館はこの絵の受け入れを拒否した。1917年以降、 ラーションは、スンドボーンの家と1907年により、カールンに所有していた家とで過ごし、自伝の執筆を続けた。1919年1月、ファールンの家で死去。亡くなる直前に脱交した自伝は1931年に、完行されることとなる。ラーションの死後、スンドボーンのリルッタ・ヒュットネースは、子孫が運営管理するカールラーション合伝となり、 ラーションと家族が暮らしていた当時の様子を公開し観光名所となっている。国立美術館が受け入れ拒否した当時の池に絵は数十年の露天を経て1987年にオークションによって日本人収集家に落札された。1992年国立美術館がカールラーション大開古典を開催した際絵は国立美術館に貸し出されて展示され制作当時とは 打って変わって高い評価を得た。国立美術館は1997年にこの作品を所有者から買い取った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。